すごい勉強されてるんですね。聞きたいことがたくさんあんの。あ、そうそう、この支度金10万円もらえるんでしょ。はい。何に使ってもいいの？そうですね、これは基本的に自由にお使いいただけるお金なんで、まあ旅行とか美味しいものを食べるとか、本当何でも好きに使ってください。ご褒美みたいなもんね。お葬式代に当てるって方も中にはいらっしゃるんですけど。それじゃつまんないわね。プラン75はお気持ちが変わられたらいつでも中止できます。お年寄りっていうのは寂しいんです。皆さんがうまく誘導してあげなくちゃいけない。いつもおしゃべりできるのが嬉しかった。75歳から生死の選択が可能なこの制度、果たしてゼカ、ヒカ、プラン75、あなたは行きますか？